思いが伝わることが一番だと思うので、捨てていいんだって開き直った方が作るんだと思って、うんうんうん、ここいっぱい載せましたから、じゃあ次の人に対する新しい感情で満たしていこう。気持ちいハッピーネックストベージュ、髪にすんのかっこよ。皆さんのお悩みに答えていきたいと思います。はい、いや送ってくれたみんなありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最初の子猫ちゃんを用意します。最初の子猫ちゃんです。転職活動の面接でドドドド緊張してしまいます。姉さんズの緊張しないコツを知りたいです。なるほどね、緊張するよね。絶対するよ、だってさ、こんな人たちが見てるわけですよ、うん、でもさ、我々もさ、うん、じゃ面接、就活じゃないけどさ、試されるかみたいなさ、やつあるじゃん、うん、ライブとかある、これするといいみたいな。いや、なんかでもすごい現実的な話になっちゃうけど、うん、マジでバカだと思うの、この緊張がなくなっていくのって、うん、その時間をかけてどんどんキャパシティが大きくなっていったから、うん、今このキャパでできるけど、うん、じゃあ初ステージ、じゃあリキッドルームでいきなりやってください、ラインキューブでいきなりやってくださいって言ったら多分できない、うん、やっぱ8年間かけて慣れてきたものだなと思うけど、うん、なんか私たちがオーディションの審査員をやってた時に思ったのは、うん、緊張してたからといってその人の良さは絶対伝わる、うん、からなんか緊張した、思ったこと言えなかったってマイナスに捉えないでほしいなって思って、そのにじみ出る人間らしさだったりとか、考えてることはどれだけ言葉が詰まってても分かる、見てる人はだって緊張してる前提で聞き取ろうとしてくれてるから分かるから、なんかそこを悪いことだって思わないでほしいなって思った。それも良さだなと思ったの。でもなんかさ、多分今就活中ってことはさ、今すぐに改善したいわけじゃない、うん、なんか時間をかけてっていうのが厳しそうだなと思ったから、私はなんかその今の状態で緊張してたとしても自信を持ってお話ししてほしいなと思ったのがガチ答え、うんうん、でした。意義なし、意義なし、どうぞ。意義なし、月いっぱい食べてください。いただきます。月いっぱい持ちながらさ、なんかこう緊張して言葉がちょっとたどたどしくなっちゃったとか、うん、ちょっと歩き方変になっちゃったとか、うん、言いたいことも全部言えなかったとか、そういうのじゃなくて、思いが伝わることが一番だと思うので、うん、ちゃんとその伝わるような準備っていうか、これを伝えようって、これだけを持っていく。伝えようおにぎりを1個だけ持ってね、行くだけでいいんじゃないかな。でも面接に慣れてる人の方がさ、うん、絶対少ないじゃん、うん、そうだ、このようにみんな同じ気持ちで、うん、この会場に集まって同じ気持ちで横に並んで椅子に座ってるんだな、うん、って思えば、うん、大丈夫、頑張って、うん、ファイティング、応援してます、してる。よし、じゃあ次の人、うん、お悩み、じゃん。外見も内面も自分に自信がなくて毎日落ち込んでいます。自信をつけるにはどうしたらいいですか。我々自己肯定感が生きてるもんね。でもさ、普通に生きてるこの社会に生きてる人の中でさ、特質なんじゃないかな、結構ね、だってそれはなんかやっぱファンの方がいてくれるからで、うん、普通に学校行ったり普通に働いてて、可愛いってこんなに言われることなかった、うん、ってか私たちもアイドル始めるまでなかったから、うん、それは本当にこのお仕事と言ってくれるみんなのおかげではあると思うんだけども、だけど、うん、打ち壊したこれと挟んできたんだ、でもなんかこういうのまたすぐ解決しないと思っていて、なんかその可愛い自分になるために自分が努力したこととか、何か自分が
ちゃんと考えて発表したお仕事が成功したこととか、だからそういう一つ一つの自信がどんどん人間を強くすると思っているから、なんかその積み重ねだと思っている。なんかすぐはい私可愛いです、可愛いもんって人間って変われないと思うから、今日も可愛くなるために例えば腹筋をした、ストレッチをしてから寝た、偉いっていう、そういう日々の積み重ねで自信が生まれていくんじゃないかなって思う。それ中身が変わっていったらきっと周りのお友達とかも褒めてくれることが増えると思うし、なんか最近頑張ってんじゃんって上司の人に褒められることも増えるかもしれないし、そういうのであ気づいてもらえた、嬉しい、もっと頑張ろうの積み重ね階段が重なり重なり重なった先に多分自分をちょっと好きになれる、それでもちょっとだと思うけど、好きになれるステップが来ると思うから、焦らず、なんかまずなりたい自分を探してみて、こんな人のこんなところ素敵だと思うから私もやってみようっていうトライすることがまず自己肯定感を上げるための第一歩なのかなって思います。ずっと喋ってますね。その通りです。イエーイ、チキンパイ食べまーす。アンサーごとにたるちゃんが全部言ってくれるからな、頑張るだと思います。でもなんか私が思ってるのは、なんか褒められることとか、自信がないときにね、褒められるとそんなことないよってさ、逆にさ、こう、ってなっちゃうじゃない、それを一回やめてみる。こうやって褒められたときに、本当ありがとう、気づいてくれてありがとうとか、確かにメイク変えてみたわとか、そういう褒められる自分を作ってみたりとか、なんか一言変わるだけで、すごい変わってくると思うし、あとね、すごい思うことが一つ。相手のこととか周りの人のことをめっちゃ褒めるようにするの。そうするとなんかいいとこ探しが得意になるっていうか、自分のいいところもなんかこう探しやすくなるし、人に褒めることで、なんていうの、褒める側の気持ちもわかるし、なんていうの、うまく言えないって伝わる、なんか、わかる。なんか褒められるのが嫌な人っていないじゃない、嬉しいじゃん、少なからず、なんかいやいやって言うかもしれないけど、ちょっとは嬉しい、嬉しいから。でもそれをさ、習慣がないとやっぱ褒める側も恥ずかしいじゃない、褒め合って世界変えてこうぜ。次次、お面白いよ。3年くらいサシで飲んでいる女性に告白したいのですが、どうすれば振り向かせることができますか。面白い話じゃないか、こちら。なんやなんや、まったく。ねえ、でも3年あったらさ、ずっと気づいてるのにさ、3年間サシで飲み続けたのかさ、ここ最近気づいたのかでさ、ね、なんか飲み続けてる中で、あれ、トゥンク好きかもみたいな感じになったりしたの、どっちなんだろうね。どっちなんだろう、考察してみる。でも振り向かせることができますかっていうことはさ、今のところさ、めっちゃ友達とかさ、全然そんな気配がないようなさ、感じなんだよね、きっとね。でもそういうお話ってしないのかな、きっと3年もさ、2人で飲めるってことはさ、ある程度価値観とかお話が合うってことじゃない、なんか自然にさ、なんか将来像とかさ、恋愛観、結婚観とかのお話にならないのかな、なんかそういう時に、ちょっと軽いジャブみたいなちょっとなんか切り込めそうだな、突然言うとあれじゃない、あっちもなんか、あ、なんかそんなこと思われてないって思ってそうだから、まずなんか一トゥンク欲しいよね、もしかしてね、海の写真の海の席でトゥンクさせる方法、差し飲みトゥンク方法、カチッ異性として意識するみたいなね、分かんないな、マリアこういう時にしよう、そうだねこうそうしたら楽しい友達じゃんポテト食べようとかこれは友達かも、そこをね、冷める前に食べなよ食べなよってなったら、トゥンク、じゃあマックに行って、まずポテトをポテトをあげる、ま、探ってみたら、
なんか どんな反応するかな。でもそれ先にアルトの方やんだ。リスク高い。確かにね、外れてから入るのは難しいからね。マックに行ったら食べるってやってみる。うん、食べとる。いや、こういう距離感で、あ、行ける人なんだとか、なんかこうちょっと距離が近くなったみたいな、こう瞬間にちょっとノーになるか、あ、意外といいかもみたいな。だから友達としてあり得るギリの距離感を詰めてみるみたいな。なるほどね。うん、行こうよとかってこうやってみるとか。マリアマリア。それは大外れの方。何人からいっぱい食べることしてる。君への好きな思いの量です。それやって笑ってくれる。すごく一緒にいると楽しい。このぐらい好き。絶対ダメ。いや、もう本当にストレートに聞くしかないよ。そうね、結局はね、一回聞いてみようよ。振り向かせるんじゃなくて、自分から覗き込まないとダメだとは私は思うよ。なぜ相手の心が動くのを期待するのではなく、自分が相手の正面に回り込んでいる。すみませんけど。やっぱり、うん、そうしないとこの3年間は、すみませんけど、して、はい、正面切っていこうやってことだね。うんうん、よし、じゃあ続きます。その話を忘れてくださいね。彼氏のことはとても好きなのですが、ドキドキしなくなってきました。もう一回ドキドキしたい、どうしたらいいと思いますか。もう多分そのフェーズは終わったと、あ、一応思って、うん、もうこの箱いっぱいに収まったから、うん、じゃあ次の彼に対する新しい感情で満たしていこう、地道に。はて。すごいね、本当にマリアってどんどん覚醒していくね、やっぱり。マリアの偏差が表だって、うん、どんだけ隠さなくなってきたよね。こういう質問の時、私絶対答えるべきじゃないです。いや、いい回答だった。いい回答、うん、気になるじゃん、やっぱマリアがどうやって思うのかなって、うん、なんか、ほら、一緒に住むパートナー同士とかさ、うん、あれじゃない、きっとドキドキ以上にもっと大事な感情がお互いに生まれたから一緒に長くいるわけでしょ、うんうん、なので、ネクストベース仮眠に住む。かっこよ。終わった終わった。言わなきゃよかった。人生終わった。でもすごいマリアのいいとこがいっぱい出てて嬉しいね。これはこういう人いい回だ。そう、普段こうなんだよね。あゆちゃん時々私の言ったことにすっごい笑ってたけど、時々ぶっ刺さるみたいな。NEXT、 ピロータの友達のことが気になっています。その人へのアプローチ方法を教えてください。20代女、うん、多いもんね、うん、意外と多いよね。ピロコン多いよね、うん、でもやっぱ同じ趣味があるんだね。なんか絶対楽しい、ね、発展しやすいんじゃないかな、うんうんうん、一緒に遠征してみる。はいいね、うん、なんか、え、楽しそう。トゥンクトゥンク、その土地のことさ、お互い知らなかったらさ、うん、なんか二人でさ、空き時間にこのお店行ってみようよとかでさ、あ、楽しそう。旅行行こうよよりもさ、なんかハード、ね、目的地がちゃんとさ、うん、お互いライブに見に行くって目的があるから、うん、楽しい。ハードル低いし、今二人の関係知的にはどんぐらいなんだろう、ね、その2人で遊べるぐらい仲がいいのか、ね、まだなんかたまにインターネットで絡む、うんうんうん、現場だったら喋るぐらいなのか、どうなんだろう。確かにみんなで、まあ、みんな集まってしかない、うん、人とかね、仲良くなったんですよね、うん、私まださ2人で遊べない、うんうん、でもさ、そんなあなたにぴったりのクレイジーストファイルっていうのが告知。6月26日から始まる全国ツアー、12月までの3ヶ月かけて行うツアーとなっているので、愛を育むも、そうそうそう、うん、すごくいいんじゃないかなと、うん、われることを願っております。タンク、好きな人を忘れる方法を教えてください。うん、恋愛講座多いね。こんな、みんなトゥンクなんですよ、うん、どうしたらいいですか。
え、でも忘れられないってことはさ、そのぐらい好きでいた、誠実に向き合ってたってことじゃない、うん、だから忘れる必要がないというか、自分にとってそれだけかけがえのない時間だったことだったってことだから、それはまず大切にしてほしいなって思っていて、なんか自分の過去を恥じるよりも認めてあげた方が多分前に進めるから、忘れたい、なくしたいって思うよりも、あ、こんなに人を大切にして、こんなに愛して、であちらからも何かをもらって成長できた自分にとって大切な期間だったんだなっていう、まずなんか受け入れ、許すことをまずして、その先に成長した自分だからこそ出会える人、さらにもっと大きな愛を誰かに愛せるなみたいな考えれば、なんだろう、忘れよう忘れようとするんじゃなくて、その経験を次に生かして、その経験がある今の自分だからこそ出会える人を探そうって思った方がいいのかなって思いました。ですか、マリア癖になってる、どうですか、いや、はるちゃんにさ、最高の答え出せないよ、私。いや、マリア最高だよ。マリアの角度から見た、忘れられない人、忘れ方、もうネクストしかないです。絶対の使えないもん。そうね、ネクストしかないよね。でもそんな時こそフィロちゃんのライブがあり、だってフィロシピーナさんすぐレイティスト会ですよ。口になっちゃった。ぜひ皆さんお越しください。忘れたいことがある人、20代後半、いろいろ周りと比べて自信喪失しがちです。お嬢たちの、お嬢たちですよ。自己肯定感の上げ方知りたい。なんかよく比べないことって言われるし、私も比べない方がいいよって言う時あるけど、実際自分の立場になったら比べちゃうよなっていうのもすごいわかるの。だって自分か周りの人でしかその生活空間はない中で、でも気にしないっていうの無理じゃん。でもあの人はできてるのにとかさ、思っちゃうじゃん、少なからず。だからそれはなんか避けられない道だなと思うから、逆にでも自分ができることを探すことの方が大事なのかなと思う。なんかその比べるときってきっとできないこと、自分が劣っていることがすごい自分的に気になっちゃうんだよね。あの人はこうできるのに、あの人はなんか可愛がられてるのにとか、なんかちょっとひがみも入っちゃったりして、自分のできてない部分が、なんで自分はこんなにできないだろうみたいに気になり始めちゃうと思うから、でも私可愛いしじゃないけど、一個でもなんか自分がその着実に積み上げてきて自信持てる部分があったら、これはできないけどこれはできる、そういうなんか自分が自信を持てるところを一個見つける、それはなんかそれのためには絶対努力は必要だと思う。それなんかしっかり頑張ったことが周りにも伝わっていれば、一個ぐらい自信持ったって誰も責めないから、そういう自分にしかできないことを見つけて自信にしてほしいなと思いました。いかこれちっちゃ気づかないの、マイクまで距離あります。イカド、イカド、イカド、これちっちゃ気持ちが今結構、結構ちっちゃかったね。なんかイカド、イカド、いや、こう向いてた。2年間片思いしてます、どうすればいいでしょうか。でも2年間ちゃんとさ、片思い続けれるってすごいよね。確かに、すごい長い。たぶん私は2年間の片思いはできないタイプなの、絶対に、もう思ったら言っちゃう、からすごいなと思って、その思い続けれること、わかる、私も結論出したい。どっちみたいな、どっちかわかんない実感がすごく苦手だから、言うっていうか、なんだろう、それ以上に発展する可能性があるのかないのか、あー、そこの判断を知りたい、ないなら、ないかな、片思いしてることは、
意外と片思い、この片思いが楽しい可能性もあるもんね。うんうん、失うぐらいだったら今の距離感でっていうのもあるし、どうするかは私たちが決めることじゃないから、てか責任を取れないよね、どうしなよとは言えないから、うん、その先何を目指してるかかなと思った、ね、今の関係を保ちたい、この方も幸せな現状維持、うん、でなんかちょっと距離縮めてみるとか、お友達としても楽しそうだなと思うし、うん、結ばれたい、今の関係がなくなってもいいんだったらもう気持ちを伝えるが正解だと思いますし、自分のもう幸せをつかめることを願っています。ね、すでに2年間が、うん、いい風に、うんうん、願って、はい、人生ってすごいね、うん、でもなんか意外だった質問の内容が、うん、こんなに、うん、なんだろう、私たちの中であまり話さないじゃん、うんうんうん、恋愛トークも、うん、自己肯定感低いな、うん、どうしたらいいかなみたいなのも話さない話だったから、うん、意外とフィロちゃんズファンの方の中にはこういう悩みを持ってる方が多いんだなと思って、うんうん、なんかまた今度女子会じゃないけどさ、うん、もちろん男性の方を含めてなんかファンミーティングっていう、なんか近い距離感で、うんうん、お茶会みたいなテンションで喋りたいなって思った、うん、ただなんかもっと詳細な内容を聞けてさ、うん、そういうパターンね、それならそうした方がいいよみたいな、もっと具体的に話し合えるじゃん、うんうん、引き続きもしお悩みがある方ぜひいろんなところでお待ちしておりますまたやるかもしれないしね、うん、その際は、うん、質問箱へ。以上お悩み相談会でした。ありがとうございました。NEXT! NEXT!